トマトで高血圧を下げる方法。健康な食生活を送りたいと思うなら、ぜひ積極的にトマトを食生活に加えましょう。トマトには抗酸化作用、デトックス効果をはじめ様々な効能があり、がんやいろいろな病気の予防効果もあるとされています。また、トマトにはビタミン C や A といった私たちには欠かせないビタミンが含まれています。ビタミン C は鉄分を吸収しやすくし、傷を癒し、免疫系を強化します。そしてビタミン A は肌、目、呼吸器系の健康を維持するのに重要な役割を果たします。トマトはまた、血圧を正常化し、心臓を保護する役割も果たします。体液を正常に保つミネラル、カリウムも含んでいます。また、動脈下部に悪玉コレステロールが付着するのを防ぎます。悪玉コレステロールの付着は脂肪の蓄積を引き起こし、血圧を上昇させる原因となります。高血圧になると、心臓は体の様々な臓器に血液や栄養を十分に循環させるよう、より一層激しく働くことになります。血液を運ぶ動脈の質が悪くなるからです。心臓にかかるこの余分な力がゆっくりと心臓に、そしてその他の主要臓器にダメージを与えていくのです。高血圧は様々な心臓疾患を引き起こす要因となります。高血圧が引き起こすものとして、動脈硬化、狭心症、腎臓へのダメージ、視力へのダメージ、心臓発作などが挙げられます。高血圧は治癒できる。高血圧は治療可能ですが、治癒できるものではありません。一旦高血圧になってしまうと、その先ずっと高血圧と付き合っていかなくてはいけません。最も大切なことは、自分の抱えている悪習慣を変えることです。高血圧によるダメージを避けたいなら、高血圧をコントロールする食べ物を選ばなくてはいけません。例えば、トマトは健康を守り、カロリーが低く、脂肪のない体型を維持してくれます。ご存知のように、トマトはサラダなどにして生で食べることができます。ソースやサルサ、トマトジュースとして食べることもできます。どのように食べるかはお好み次第で、トマトの栄養を十分に取り入れることができるのです。また、主治医に相談することも大切です。塩分の摂取量に気をつけ、主治医が処方した薬を飲むのを勝手に止めるといったことのないようにしましょう。家族の中に高血圧の方がいる場合や、肥満、塩分の摂りすぎ、喫煙、ストレスなど高血圧のリスクがある方は特に気をつけましょう。定期的な血圧コントロールもまた重要です。多くの人は自分が高血圧であることに気がつかないまま何年も過ごしているのです。
高血圧になっても、これといってはっきりとした症状は現れませんが、ダメージは静かに体の中で生じているのです。トマトは様々な方法で食べることができ、高血圧のコントロールに有益ですが、高血圧と付き合っていくには他の要素も忘れてはいけません。まず、高血圧のリスクを避けるには1週間に3回はエクササイズをしましょう。コレステロール値に気をつけましょう。お酒を飲みすぎないようにしましょう。飽和脂肪を多く含んだ食品は避けましょう。もし、だらだらとした生活を送っているなら、健康診断を受け定期的にエクササイズを始めましょう。どのようなエクササイズがあなたに合っているか、医師に相談してみましょう。今日、様々な病気や疾患によって私たちの健康は脅かされています。そしてその多くの場合、治癒方法は知られていません。健康で強い体を維持するということが私たちにできる唯一のことなのです。年齢や遺伝、人種など、自分ではコントロールできない要素もたくさんあります。しかし、その他の要素は自分で注意し、避けることができるのです。私たちが自分の体を健康にバランスを保てるよう、自然は様々な方法を私たちに与えてくれています。自然が与えてくれるこの贈り物を大切に、ぜひとも健康で長生きしたいものですね。